リバリー・クリアリーは、アメリカ合衆国の児童文学作家、小説家、オレゴン州出身、カリフォルニア州とワシントン州にある大学で学ぶ。児童文学作家としてデビューする以前は、司書として働いていた。著作は30作を超え、主に子供向けの作品である。作品中には、ヘンリーとそのペットの犬、リブシー、ヘンリーの友人のベアトリスとその妹のラモーナ及び、 そのペットのネズミ・ラルフといった有名なキャラクターが登場する。1984年に著作、編章3への手紙、現代、ディアー・ミスター編章で、ニューベリー賞を受賞した。なお、名前の表記は、ヘンリー君シリーズでは、ベバリー・クリアリー、その他では、ベバリー・クリアリーや、ビー・クリアリーなど様々であるが、本校では、ベバリーの最も一般的な表記、 リバリーで統一している。1916年4月12日に、オレゴン州、ヤムヒル郡マクミンビルに生まれた、旧姓アトリーブン。5歳の頃、家族は、オレゴン州ポートランドに移り住み、そこで小学校から高校までを過ごす。クリアリーは、いわゆる、スローラーナーであった。必修である読書への不満や1年生の時の、担任に対する不信がその理由の一つである。 三年生になって、初めて読書に楽しみを見出した。その時に読んでいた作品は、ルーシー・フィッチ・パーキンスの、ホラー穴の双子の冒険、現代、ザ・ダッチ・ツインズである。その後、自分が望む本を見つけることは滅多になかったものの、ビバリーは図書館に通い詰めになる。まさに彼女らしい、子供時代と言えよう。19歳の時、チャフィー大学に通うために、 カリフォルニア州オンタリオに移り住み、大学で純学士号を取得する。同時期にオンタリオ市立図書館で臨時図書館員として働く。1938年にカリフォルニア大学バークレー校で国文学学士号を取得した後、シアトルにあるワシントン大学で図書館学を学び、1939年には司書の資格を得る。正規職員の司書として、 最初に勤めたのは、ワシントン州ヤキマの図書館であり、そこで多くの子供たちに出会う。そこで出会った子供たちは、ビバリー自身が幼少期に探し求めていたような本を同じように求めていた。それに応えるように、1950年にビバリーは、諸女作である、頑張れ、ヘンリー君を出版する。1955年には、クインビー姉妹を初めて物語の中心に据えた。 小説、ビーザスといたずらラモーナを出版する。なお、ビーザスとラモーナは、ヘンリー君シリーズに脇役としてしばしば登場し、シリーズ後半になると主人公はラモーナに移行した。1940年、クラレンスティー・クリアリーと結婚する。その後一家はカリフォルニア州オークランドに移り住む。1955年、 マリアンヌ・エリザベスとマルコム・ジェームスの双子の親となる。夫のクラレンスは2004年に亡くなり、その後はカリフォルニア州カーメルに居住していた。2021年3月25日、同地の高齢者養護施設にて死去した。104歳と驚異的な長寿であった。彼女は生涯にエーガール・フロム・ヤムヒルとマイオン・ツー・ヒートの2冊の辞伝を表している。 彼女の著作は20以上の国々15の言語に翻訳され世界中で親しまれている。クリアリーはローラインガルスワイルダー賞ラモーナとお母さんで全米図書賞編賞んへの手紙でニューベリー賞を受賞している。また2000年4月にはアメリカ文化に大きな功績を残したということからアメリカ議会によるイケル伝説賞を作家 芸術家部門で受賞した。クリアリーが幼少期に暮らしていた、マルトノマー軍立図書館のハリウッド文室には、著作、ヘンリー君シリーズの舞台であるクリキタット通りの地図が、ロビーの壁に飾られている。また、クリアリーの愛すべきキャラクター、ヘンリー・ハギンズとその飼い犬、リブシー、そして、ラモーナ・ジェラルディン・クイン・ビーの彫像を、オレゴン州ポートランドのグラントパークで見ることができる。 2008年6月、ハリウッドとファーンウッドにキャンパスを持つ8年生学校が、公式にビバリー・クリアリー・スクールという名称に変更された。なお、クリアリーは現在自身の名を冠するその学校、ファーンウッド初等中学校に通っていた。2004年、ワシントン大学情報学課程が、クリアリーの図書館学への功績を称え、児童、生徒のためのビバリー・クリアリー寄付講座を開設する。 基金を創設した。2008年、ワシントン大学は、同大学において、最も名誉ある賞の、こういう栄誉賞の次期受賞者を同大学の卒業生であるクリアリーに決定したと発表した。カリフォルニア大学バークレー校にもまた、クリアリーの名を関する量が存在する。作品一覧を参照するにあたり、以下の点に注意されたい。翻訳版が出版されているもののみ列挙した。 翻訳版が出版されていないものの詳細等については英語版ウィキペディアを参照されたい。発行年月はすべて翻訳版が発行された年月である。初版発行年の古いものは多くが再版されている。翻訳版、愉快な、ヘンリー君シリーズは当初は夏季の旧作品のみであったが、新しい世界の童話シリーズの ラモーナとの2作品の改訂審判が発売された際に、それぞれが同シリーズに追加された。また、ラモーナとが発売されてから20年近く経過した2001年には、続編が出版され始め、現在はそれらも含め同シリーズは全部で14作となっている。なおこれらの作品は、原作においては、上記本文にもあるように、すべて、 ヘンリーとその周りの人々の日常を描いた同一シリーズである。ありがとうございます。